皆さんこんにちは、ぴよゆなです。今日は SNS などでも話題になっていましたダイソーコスメ UR グラムについてレビューをしていきたいと思います。少し出遅れた感があるんですけれども、私の住んでいる近隣の店舗は売り切れ状態が続いていて、ようやくゲットすることができました。私が今回買ってきたのはブルーミングアイカラーパレット9色入ったアイシャドウです。そしてデイリーチークブラッシュ PK1 ピンクの色味のチークになっています。そしてね、これがアイブロウパウダー BR1、 こちらは明るいブラウンになっています。もう一つ暗めのブラウンも置いてありました。まず開けてみるとね、これ108円なんですけども、ラメもすごく綺麗で、そしてねマットな色味も入っているので、デイリー使いにとても良さそうです。次はこのチークブラッシュですね。これも細かいラメが入っていてとても綺麗です。粉の質感は全体的にね少し柔らかめですが、粉飛びなどは特に気にならない、とてもいい粉質かなと思います。そしてこちらアイブロウパウダーですけど、こうなんか見覚えのある某ケイトさんのアイブロウパウダーに似てると言ってね、インスタなどでも話題になっていました。じゃあまずこのブルーミングアイカラーパレットについてレビューをしていきたいと思います。実際にねスウォッチやまぶたにつけてレビューをしていきます。はい、実際にね塗ってみるとこんな感じです。めっちゃ綺麗。一番はねなんかこうあんまり見にくい感じですけど、これアイシャドウベース的な感じでアイホール全体に塗ってもいいのかなと思います。こうやってざっと見てもね、締め色に使えそうな色がたくさん入っているなと思います。5番とかはハイライトにも使えそうです。キラキラとラメが輝いてとても綺麗です。軽く指にね取っただけで発色もとてもいいです。スクエア型にアイシャドウが9色配置されたこの感じが 3CE のねマルチアイカラーパレットによく似ているなと思いました。では実際にまぶたの方にもつけていきたいと思います。はい、こんな感じに仕上がりました。今回はね指でふんわりとつけています。こんな感じで結構広範囲につけてみました。目を開けてみるとこんな感じです。今回は指でつけたんですが、チップで取ってつけてみるともっと濃いめに発色するかなと思います。ラメが輝いてとても綺麗に発色しています。次にチークブラッシュを試します。私はねこの大きめの化粧筆を使っています。熊の筆のメイクブラシです。UR グラムにもねメイクブラシ等が揃えてあったので、そちらで買ってみても十分いいと思います。でつけていくんですが、よいしょ、つけ方としてはこういう風にふんわりと筆にとって余分な粉をねちょっとこう落としてあげます。トントンと、そしてふんわりとのせていきたいと思います。はい、仕上がりはこんな感じです。ふんわりと発色していて可愛いですよね。今回このピンクのあたりにふんわりとのせたんですが、丸顔が気になる人は少し縦長に、面長が気になる人は少し横長にのせてあげると顔の形のねコンプレックスも解消できるかなと思います。はい、アイブロウパウダーをしていきます。この細い筆が付属しています。先端の方が斜めにカットしてあるタイプで、ブラシもね腰があって描きやすそうなブラシです。眉毛を描く前に私はいつもこのスクリューブラシで地眉の毛流れを整えていきます。そしてこちらで描いていきますが、何もしない眉毛はこんな感じ、少しぼんやりとした印象です。まずね一番濃い色と中間色、この間を混ぜて取っていきます。
そして先に眉尻の方からしっかりと色をのせていってあげると綺麗に描くことができます。そして中間色を筆に取って眉頭の方にのせていきます。あまり描きすぎると眉毛描いてますっていう感じになるので、ふんわりと少しずつのせてあげましょう。はい、眉毛が仕上がりました。こんな感じです。自然な仕上がりでね、とてもいいと思います。色味は髪などと合わせるとより自然に仕上がるかなと思います。筆も描きやすくてとても良かったです。はい、というわけで今回はダイソーコスメユーアグラムについてレビューしていきました。いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、そして高評価もお願いします。それでは以上、ピオユナでした。バイバーイ。